いやハロー、どうもこんにちは。はい、ただいま8月20日金曜14時20分になります。はい、さあ今日はね、うちの母仕事ですんで、その間に平穏世代のイタテンたち6話、今プチマスの8、9、10、11と来て、あと10、23、あと2本です。ここまでやっときた。はい、ってことで12っていうのは55話から59話ですね。はい、行きたいと思います。 D アニメストアですね。はい、自己紹介、僕はマジ大道芸人ハマーと言います。瓶乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、テレビには25回ぐらい出てます。この本の著者であり、現在40歳、芸歴15年目のマジシャン大道芸人パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に子供たちの前でショーをしてるんですけれども、現在はコロナの影響で1年半ほどイベントがなく、貯金切り崩して生活してますが、めっちゃ減ってます。なので、ずっと家にいてます。その間にアニメにハマって、約1年5ヶ月で、およそ410作品アニメ見てきました。で、気づけばアニメリアク職人と名乗りリアクターやってますけれども、リアクターとしてはでかいハンデがあって、もともとここは僕が一人暮らしをしてたワンルームの家ですが、2017年9月東京に住んでたおかんにいろいろありまして、向こうで住めなくなり、一人暮らしも困難となったため我が家に来ました。で、世帯主は僕なので、家賃光熱費などは僕が払ってます、今もね、当然。で、母には食費とそれ以外を払ってくれという約束のもと、母はうちに住んでます。ゆえに、こうして家にいてない時しか声を出してリアクションできません。夜寝てる時はすぐそこにいるんで、声が出せへん。あと、いる時は基本的に撮影無理です。はい、そんな中で試行錯誤を繰り返しております。やればできる、諦めないを伝えたくて、会社員辞めて僕はパフォーマーになったんで、アニメリアクターとしてもね、皆さんにそれを感じ取っていただけるように、今も真剣にアニメリアクターやってますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。もう試行錯誤してますよ、自分でもなんですけどもね。はい、なので、まあ、コロナが終わるのが先か、僕の貯金が終わるのが先かというマジな勝負してますんで、ぜひ応援してください。はい、あとは概要欄にですね、僕のホームページ、SNS 各種 PV など載っけてますんで、ぜひですね、僕のショーを見て、もううわーってなってる子供たちの姿を見てください。あとは僕の、世界唯一の技もぜひともご覧いただければと思いますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。プチマス12話、55から59話ですね。行きます。3、2、1、スタート。はい、55話、ソイヤソイヤですね。これはインドかな。でっかいはるかさんおるぞ。リツコ食われたぞ。エジプトやん。イオルたち行っとったな、ここに。ピラミッドの頂上におるな。あ、三浦さんのワープで回収したのね。ウエスタンの国、テキサスかな。馬に乗んのかな。リツコがカウボーイになりました。密林の国、これはアマゾンかな。はるかさん、水の中泳いでたけど大丈夫な、これよ。ちょっとバランス悪いかな、これ大丈夫かな。ちょっと傾いてるな。よっ、よし、まっすぐやな、これで。はい、次回予告。これはミキとアフーやね。はい、プッチマス。はい、A パート、 A パートというか、まあ、A パートもクソもないんですけどね。リゾートの国、ミキとちっちゃんやね、これ。あ、アフじゃなくてこれちっちゃんか。
ワープせえへんのね、ここは。56話、バカンス？はてな。あらあら、アイフジョル。ん？りっちゃん、いつ、おぉリスコが情緒不安定になってますね。なこれつーん気持ち悪っこプロデューサーへの仕返しやなこれちょっと後で見返します。何回も落ちるな、これ。今作り直したんですけどね、これ。今とかこの前にね、11見てから、この12話に入る前に、強力な、両面テープでくっつけたのに、なんでや、これ。ユキポやね。あ、しまった。これ回せませんでした。これはユキポですね。ユキポです。マミが拾ってきました。次は57話、にこやかな一日です。お昼ご飯です。たくあんだけ持ってたな、ゆきくん。あ、アフーの髪の毛が金に戻っとるやん。あ、ゆきくんはたくあんが好きなのね。コリコリ食ってますね、今。あ、ユキポ飛んでた。ウルトラシーや。運動が得意だそうです。雑巾掛けしてるね。なんかようわからんけど可愛いな、ゆきぽ。はい、エンディングですね。ちょっと途中崩れて、あれ、りっちゃんの何してたのあれ。いつもありがとうパーティー。後でもう一回見ます。これはアフやね。あ、プッチマーサ、はい、ユキホームネタという感じ。A パート。寝起きでびっくりショー。58話、It's Showtime。ユキポが寝てる、ツツジって書いてるね、段ボールに。やばい、怒られるかも、ローマ字で。
アフは起きない、アミマミが何をしても起きひんと。小鳥の、あ、これピヨピヨやね。2時間の説教されたと。はい、エンディング。これは高値、高にゃん。よし。はい、では59話かな。あ、電話でびっくりした。続くのね、これ。59は痛恨の一撃。ドラクエ？あいつけ、マコチが寝てますね、今。逆指固めやん、これ。あ、次、はるかさんか。スピー。よだれまみれや。それ、タカニャね。ミノムシみたいに寝てますね。黙れ。むちゃむちゃ危ないぞ、これ。ちびき。起きた。動物来るんちゃう？泣いて。あー、来た来た来た。あー、ニワトリや。続くんかい、また。はい。はい、次回予告です。はい、終わりました。ちょっと途中りっちゃんありがとう会だけちょっとわけわからんかったんで、あれはどの辺やったかな。あ、ここやね。ちょっとここだけもう一回目指してください。そこなんとかします、この次。りっちゃんただいまで、りっちゃんいつもありがとう。おかえりと。りっちゃんいつもありがとうね。あ、そういうことね。この用意のために生かしたんや。そういうことね。喜んでいいやら、悲しんでいいやら。あ、そういうことね。なるほど、なるほど。で、プロデュースね、この気持ちの悪い、毒ヒュインってな。なるほどね、そういうことね。世界で一番怖いか。なるほど、はい、わかりました。はい。ということですね。はい、あ、もうこれもか。はい、ということで、
結局寝起きが3連続続いたんかなということかな。ちょっとすみません、もう途中でわけわからなくなっちゃってしまいまして。そうだね、だからで、だから一発目の50話が、50じゃない、55話かが、そのでっかいはるかさん見つけて、まあ変えることになったかな。まあまた後でもう見返します。見返すというか、これちょっと毎回覚えるの大変なんでね。で、いつショータイムからが寝起きやね。はい、ということで残すところあと1本となりましたんで、いよいよ次が最後です。はい、これでアイドルマスターは、あとはシンデレラガールズとサイド M っていうのがあるんでね、まあそれをどうしようか、まあとりあえずあと1本頑張りましょう。はい、以上、プチマス D アニメ上の12話でした。どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録、また高評価などお願いします。ちょっとドタバタですいませんでした。はい、以上、マジアドグニ浜田でした。どうもありがとうございました。それでは。